市長すみません、はい、昨日石原副大臣が示されていまして、ええ、要は投票率が低かったことについて会議がないからしょうがないというようなことを言ってました。市長の後石原副大臣とは何か、ええ、昨日話しましたよ、ええ、そしたらどんなようなこと、いや、これは原案を作るための選挙ですよっていうことだったら、ああそうかということで、ね、理解してもらいましたけどもね、昨日その、全国投票率の話に対して人の方はその得票率の話が得票数の話をされてましたけども、ね、そのあたりのことは石原さんに説明されました。しましたよ。歴代の市長よりもいいんですよと。で、やっぱり知事経験者でね、37万8万って聞くと、っていうふうに、僕自身も知事の時にはね、当然知事という880万人の有権者を対象にすれば180万とか200万とかそういう話になるんでしょうけど、これは大阪市という、260万という単位の中で、しかももう平成に入ってからは投票率が低くなっている状況ではね、大阪市長も、36万37万、そういうラインで当選してきてるんですよって話をしたら、あそうなんだっていうことだよね。で、投票率の話はこれしたってしょうがないわけで、これはね、メディアだって分かってるくせに、これ反対する対抗馬がいないんだから、じゃあ投票率が今回、もし仮に僕が敗れたとして接戦になれば、25×2倍で 50% になるわけでね、今までの歴代の市長選なんか、これまでの過去の市長選よりもはるかに投票率が高くなるわけですよ。僕だけが立ってる状況で投票率が低い低いって言ったってしょうがないわけでね、対抗馬がきちんと立ってれば、本当に僕が負けるか、競るか、そういう状況になれば 50% いってる選挙ですから、すごいことですよ、これは。選挙の大義については、石原さんは何か。いや、だから原案をね、作るためだと。で、やっぱり石原さんも、府議会、市議会の構成が変わらないというところで、ずっとそういう思いで発言してたらしいですけども、原案を作るためにはね、国会というところの委員会でまず決めるんですよと。で、委員会のメンバーを変えるってことは今回の選挙でできるし、今回の選挙結果、もちろん政治が必要ですけどね、今回の選挙結果を受けて、むしろ住民投票をね、住民投票できっちり決めるべきだっていう、そういう状況がはっきりしたっていうことでは意義がありますよということで説明しましたけどもね。だって僕がこれ選挙やって、僕のところにもう1万票とか2万票とか10万票って話だったら、それはもう住民投票やるやらない、それではっきりしますけどね。37万38万ということになればね、それは住民投票を、やらなければいけないともうはっきりしてるでしょ、これは。だから僕は繰り返し言ってるけども、今日の読売新聞の一面でもね、やっぱここはもう自民党も公明党も気づき始めたのか、大義がない大義がないと一点張りですけどもね、信任を得たことにならないと。で、公明党の方は以前よりも僕が半分に減ったから信任を得たことにならないっていう、ちょっと全く意味不明な発言されてましたけども、そんなこと言い出したら、これから大阪市長は37万8千の票でも信任を得たことにならないってことを議会が認めるのかですね。もうそれだったらそれでいいですよ。37万8千ぐらいの票では大阪市長として認めないっていうんであれば、以後の選挙そういう基準ができますんでね。でも議会はそれは多分容易はないと思いますよ。それ言い出したら、じゃあ議会の信任率ってどうなんだと。今、じゃあ大阪都構想反対してるね、自民党、民主党、共産党のまさに投票率、得票率っていうのはどうなのかとか、そんな話になってしまうんで、投票率なんか持ち出したって意味ないですよ。いずれにせよ、公正な、菅官房長官が言われたように、公正な、きちっとした公職選挙法に基づいて、適正に僕が選挙で選ばれたわけですから、それで信任がないなんか言い出したらね、選挙なんか成り立たなくなりますよ。そしたら僕も議会信任ないって言い出しますよ。それあなたたちのその得票数だったらね、信任ないですよと、あなたたちの意見も聞かなくてもいいんですねっていうふうになってしまいますよ。だからそれは議会はね、ちょっと正直市議会のレベルっていうのをもうちょっと上げてもらわないと、選挙が終わった後に信任がない信任がないって言い出したら、もうこれは僕だけじゃなくて、選挙で選ばれた政治家、もっと言えば市議会にも跳ね返ってくることなんでね、だから信任がないっていうんだったら対立候補を立てて落とすというのが選挙なんですから。ただ確かにこれが5万票10万票だったらね、僕ももうそれはもうどこそ住民投票やるまでもなく、これは無理ですねって話になりますけど、37万8000、38万という票が入ったことをもってね、これで都構想は反対なんだと、
住民投票まで潰すんだっていうのは絶対議会には理屈立たないですよ。それはもうあとはこういう38万の声もある、もしかすると反対の声が40万あるかもわからない、まあ最後どうなるかは住民投票で決めましょうということだと思いますけどもね。今回その選挙をやっている間にですね、まあ、日本維新の会の国会議員団の方で、はい、まあ、原子力協定をめぐって石原さんがちょっと違うような発言をして、まあ、裏の議員が起こるとか、はい、そういうような場面もありましたけれども、そのあたりについて今後その党内のまとめっていうのをこれからしていかないといけない状況だと思いますか。やっぱりこれメディアのね、レベルも上げてもらわなきゃいけないですよ。その何か記者個人が興味あるところ、メディアが面白おかしく感じるところだけを取り上げるんじゃなくて、そんなの党内で意見が違うことなんて集団的自衛権に関して自民党の中でも追われるじゃないですか。だから当たり前ですよ。だから原子力協定については石原さんとそうでない僕、まあ代表同士がもう見解が違うわけですから、それを前提に一緒に党になってるわけでね。でそれを決めるのはじゃあ多数決でやりましょうと、まあこの大阪都構想の住民投票のプロセスと同じように、維新の会では多数決やったわけです。だからそれ多数決の決定をね保護にしようとしたら、それ代表もそれは務まらないですよ。だから石原さんは考えた上にね、まあ、党を割るとか党を出ていくことはしないと言ってるわけでしょ、まあ、最終的なその採決の時にどういう態度を表明するのか分かりませんけれども、議論があって、でしかもオープンの中でああいうことをやって、物事が決まったっていうのはその素晴らしい政党じゃないですか。そんなの今後一切意見が党員の中で意見対立がないなんて言ったら気持ち悪くてしょうがないですよ。そんなのどこの政党だって意見のそういう違いなんてあるんだしね、50人100人になってきたらそんな当たり前ですよ。で最後きちっと党の方針が決まった時にそれにみんなが従うかどうかっていうところが政党の一番重要なところですから、何にも問題ないです。素晴らしい、党内議論の結果、代表がきちんとメンバーの意見を組んだということで素晴らしい、党の運営だったと思いますけどもね。昨日の国会で石原さんが心配してたことっていうのは一つあって、はい、橋本さんがその政治家辞めるって言い出すんじゃないかっていう心配をしてたんです。それは石原さんとまたいろいろ話しますけどね。